こんにちは、岩田隆彦です。今日は、車の自動車、自動車の維持費ね、この辺について、ちょっと語りたいと思います。ネタをちょっとね、一つ仕込んだんで、よろしくお願いします。それで、一回車乗ってるんですけど、私も、ね、自家用車ね。どのぐらい費用かかってるんだろうっていう感覚がわからない。まあ結構お金使ってるなとは思うんだけど、みんなさんどのぐらいのお金を使ってるっていう、意識してるんでしょうかっていうところです。で、ちょっと数字を拾ってみました。私の車ね。まあ普通自動車です。普通自動車ね。なんですけども、古い車ですけど、まあ、軽自動車じゃないのでね、普通、そこの、それが違う、それだとだいぶ違ってくるんですけど、まあ、普通自動車ということで、通常ですよ。まず、点検ね、年間、いわゆる6ヶ月点検ってやつ。だから、1年で2回、受ける点検っていうのはありますけど、これは強制ではないと思いますが、まあ、私はね、まあ、車壊れて、壊れた時のリスク、壊れた時にかかる修理代より、修理代を考えると、点検しといて、事前に直した方が、まあ、人間の体と一緒だよね。人間ドック受けといた方が、やらないで、突然ね、がんが見つかってステージ4だ、余命何ヶ月って言われるよりは、リスク取らなくて済むよねっていうところをですね。なので、点検は受けてます。で、通常ですね、年間ですよ。まあ、1年で2回受けるんで、1回あたりね、1万円から1万5千円ぐらい、まあ、その時々によって変わるよね。オイル交換をする、まあ、頻繁にしないし、するかもしれんし、どっか消耗品ね。例えば、前回だったら僕、ブレーキパッドがもうすり減ったんで、交換とか言われたんで、そういう費用もかかったりするけど、いつもしょっちゅう起こるもんでもない。というところもあるんでね。まあ、1万5千円で2回、3万円という肌感覚です。ですから年間で3万円ね。点検で使うと。それから次、車検は2年に1回ですよね。まあ、新車だと3年に1回ですけど、まあね、まあ2年に1回ということで、3年に1回で、新車だと3年目で1回目やね。あと2年、2年、2年って続くわけですけど、2年に1回とすると、大体ね、僕来年車検なんですよ、自動車ね。ちょうど点検をね、今週か、点検して入れてきたばっかりなんで、で来年車検なんで、見積もりも出してもらいました。出してくれました、向こうが。ね。で、見積もり書を見ると14万円ぐらいだったんですけど、まあ、この車検代もね、安いところであればね、もっと安いところあるよ。確かにある。うん、この場合は、私の場合はディーラーなんで、ディーラー、トヨタなんで、まあ一番ね、まあ高くてもしょうがない。ガソリンスタンドで やるともうちょっと安いし、みたいな。もっと安いと、オートバックスなんかほんと安いよね。まあそういうとこもあるし、車検専門のお店もあるよね。コバックでしたっけ？この辺はコバックないんだよね。まあ違う会社とかもあるし、あれだともっと安くなるけど、まあとりあえず僕今回、ディーラーで出してもらった見積もり書だと14万、13万何千円って書いてあったから、まあ、丸めて書いてます。14万なんで、これ1年あたりにすると2で割って7万円ですよね。7万円。それからガソリン代なんです。これもね、走る距離、燃費、その自動車の燃費と走る距離、プリウスなんかはね、20数キロ1リッターあたり走るやろうし、アクアか、ああいうやつ。ね、なので、車によって違う。僕の車はすごいね、昔の車もう12年、平成24年製造車なんで、そうそう、12年だよね。立つ古い車なんでね。で、大きいし、大きいんですよ。なので、めちゃめちゃ重たいからね、ガソリン食います。だ、しょうがない。これ悪い方です。すごい燃費悪い方だけど、乗らないんですよ。僕、ほんと乗らないですよ。月に、どのぐらい、月1ヶ月200キロぐらいしか走らないね。1日、まあ、ほぼほぼ毎日乗るんだけど、近所の喫茶店とか、買い物に、近所のお店、スーパーに買い物に行くときに乗るぐらいなんで、遠出しないのって、
すごい走行距離が短い。少ない。燃費は悪い車乗ってるけど、走行距離が少ないってことで、月にね、30リッターを1回、毎月1回入れるとほぼ1ヶ月持つね。30リッターで1ヶ月持つぐらいの感じ。なんで、ちょっと逆算して計算するとね、年間にするとね、まあ、これもガソリン代っていうのも、いろいろレートが変わってくるんで、もうすごいアバウトになる数字ですけど、私の場合は7万円というふうに感じました。7万円ね。1年間で7万円ね、ガソリン代。多分、結構ね、車いっぱい乗る人は少ないなと思われると思いますけど、まあ私の場合はこれです。それから、消耗品ですね。これがね、これまた人によるんだよな。人による。まあ車にもよる、みたいな。世界なので、タイヤがね、どうしたって減りますよね。で、交換しなきゃいけない時期が来ますよね。で、僕はね、僕の今つけてるタイヤはピレリなんですけど、ピレリおすすめですよ。あんまり減らないしね、長持ちするしね。かといって性能いいので、ね、性能がいいし、音もそんなにうるさくない。静かではないけど、まあ、これ音もね、好みがあるんで、タイヤのザーっていう音ね、メーカーによって違うんで、あれなんだけど、まあ、それは置いといて、僕の想定ではね、4つでね、15万円。だいたい10から15万。車のね、タイヤのブランド、タイヤの製品のね、グレードっていうの、ブランドによってまた変わるんで、高いタイヤあったらもっとしますよ。ね、高級なタイヤ、ブリヂストンのレグノみたいな。今、レグノってあるんですかね。レグノみたいなやつとかね。トヨタじゃね。横浜のなんとかデシベルとかね、もっといいやつあるんでしたっけ。外国のミシュランでしたっけ。外国のタイヤ、ピレリも高い方なんですけど、ミシュランでしたよね。すんごい高いからね。まあ、国産のね、普通のタイヤで、僕の場合です。僕の場合は15万円。で、5年持つと思うんですよね。もう今つけてるやつがもう3年、4年持ってるんかな。まだまだ使えますってね、点検の時言われたんで。まあ5年と想定するとですよ。まあ5年でしょうと。まあ想定ね。消耗度から。減りが早いタイヤだったら3年とかなってくるからね。そういうタイヤ前つけてたんで、うん。まあとりあえず今のタイヤ、ピレリは5年ですね。5年はいけるということで。そうすると1年あたりね、5で割ればいいわけですよ。15万円を5で割って。3万円ですね。1年あたりの、費用は3万円ということになる。でから、その他ですね。消耗品。その他です。車のワックスかけるワックス代ね。ワックスとかいろいろあるじゃないですか。いろんなものがあるよね。もう、ね、エアフィルターとか、僕は自分で買います。それからワイパーのゴムも自分で買います。調べてね、オートバックス行けば売ってるんで、これやってもらうと、ディーラーにやってもらうと結構取るからね。手数料。要するに、工賃がかかるからね。バッテリーも自分で買えます。今ネットで買えるんで、ネットで買えるんですよ、バッテリーってね。自分で買って、自分で取り替えて、で、外したバッテリーはガソリンスタンドに持っていけば、まあ、引き取ってくれるか、まあ、有料になるケースもありますし、その方が安いんですよ。やれることはね、自分でやるようにしてます。なるべくね。ですけど、やっぱりいるもんはいるんで、まあ、ちょっと多めに、これはね、わかんないんだよね。はっきりと。だから4万円、1年間で4万円というふうに入れときました。これわかんない部分ですけどね。まあ4万円ぐらいじゃね。バッテリーとかね、結構するものもあるしね。安いものも、ワイパーのゴムなんかは安いけどね。まあ、いろいろありますわね。いろいろある。ワックス代も、ものによる。いいやつとかは、安いものとかあるんで。いろいろあるんで。まあ、とりあえず4万円入れときました。これやったら間違いないやろ。手堅いところで、ね、攻めてます。それから、税金と保険ですね。これが馬鹿にならないんだよな。自動車税です。それから、自動車の任意保険。ね、入ってます、もちろん。もうね、車のグレードじゃない、排気量でこれ買ってくるの、来るし、保険もね、入ってる保険のその、内容で全然変わってきますよね。車両保険なんかつけるとこんな値段じゃ到底収まらないですけど、僕の車も古いので、車両保険はつけてないし、でも、対人とかいうのはね、
もう無制限、今まあ無制限にせんとね、何があるかわからんで、ね、怖いからねという感じでつけてるんですけど、別にあの特別いいものではないと自分でも思ってますけど、まあ普通に保険に入ってるって感覚。そうするとですね、両方足すとですよ、6万円ですね。僕の車だとね、僕の車だと6万円。1年間の、費用はね、6万円になります。これは確実な数字です。実際、払ってるんで、今年もね。それで、そうするとですよ、これ縦全部足せばね、もう忘れてる項目ないと思うけど、なんか漏れてるかなと、さっきまで考えたけどね、多分ないと思うけど、後でふっと思い出すかもしれんけど、あ、車ってこういうものお金かかるんじゃねえみたいなのあるかもしれんけど。まあ、とりあえずここまで全部足すと、30万円になります。まあ、ちょうどいい数字になったんですけど、まあ、無理やり合わせた感もあるけど、ここら辺でね、無理やり合わせた感あるけど、そうですよね、10万の、これでまた10万で、20万で、で、これでまた10万で、30万でしょ。30万なんですよ。普通自動車。普通自動車の、1年間のですよ、費用、30万円、ね。これ駐車場代入ってないからね、考えてみたら駐車場代って僕はあの自分の土地に、に置いてるんで駐車場かからないけど、あの借りてる人はここに駐車場代が入ってくるよね。ね。駐車場代。これが意外とバカにならんかもしれないよね。首都圏だと5万、ね、5万とか冗談抜きで取るんでしょ。5万、10万って。聞いた話によるとですけど、こう入ってくるとでかいけどね。僕はないので、とりあえず。はい。こういうことで30万。年間30万です。ですから、うん、これが高いか安いかですよ。まあ便利なんだけど、車があればね、どこでもヒュヒュって行けるのが便利なんだけど、こんだけお金が1年でかかるよと。これを頭にね、イメージして入れとかないかんね。そうすると月に直すと、これ12で割るだけですけど、2.5 万円ですね。2.5 万円。毎月 2.5 万円の、ね、自動車に関わる費用は必ずいりますというのを頭に入れときましょうというのが結論です。だから、まあ、丸めてね、これも、あの、概算で出した数字なんで、このの、ね、大体なんで、まあ、頭に入れなきゃいけないのは、月に3万円。3万円ですね。3万円の維持費。自動車を乗ってる。おい、ね、僕の方はローカルなんで、もう今だ車は、まあ、お年寄りは別個として、お年寄りはシニアカー乗っとるからね。シニアカー乗っとる。別個として普通家にね、家に1台じゃないですよ。違う違う。一人1台。だからそこに家にね、3台車があったら、3人以上人が住んでるってことです。うちなんか多いとこだとね、6台置いてるとこ、1、2、3、4、5台とかね、普通にありますよ。家の駐車場にですよ。5台とかね、ほんと冗談だけど、6台置いてる家も近所にあるんですよ。ってことは6人の運転手がいるんだなと。運転手がいる。それぞれがそれぞれのね、お仕事、職場に出かけたりね、まあいろいろしてるんだろうなと。昼間はね、車がないので、そういうことですよね。そういう感じなんですよ。一人一台ですよ。今、車ってね。一家に一台ですよ。昔はね、僕が子供の頃は一家に一台あるのはもう結構大臣っていうか、裕福な家庭ね。うちなんかなかったからね、ずっと自分が運転免許取って車を買うまでね。親父は車の免許持ってなかったので、お袋も持ってないので、家に車なんてなかったです。だからどっか出かけた時は、誰かね、車、まあもちろんタクシーなんて使わないけど、電車、バスですけど、まあ本当ご近所の車持ってる人の上手がどっかに送ってくれたらめちゃめちゃ嬉しかったね。めちゃめちゃ嬉しかった。乗せてもらえるだけでね。ね、子供の時はそんなんでしたけど、まあ時代は変わって、今は一人一台です。一家に一台じゃなくて一人一台。なので、そうするとこれ月に3万円の維持費がかかる。ということは仮にさ、3台車置いてあるとこなんかはさ、ね、月に10万ですよね、ほんと。10万ずつ毎月飛んでいくんだなと思うと、バカにならないよね。人の家の話ですけど、僕は1台だけしか持ってない。人によってはね、2台持ってる人おるからね、僕の元会社の同僚なんか2台持ってます。だから普通自動車と、それから軽自動車、軽トラですね、軽トラック。あれがあると、その農作業やってるんですよね、畑ですね。とか、田んぼはこの辺ないんですけど、まあ、田んぼやってる家なんかもそうだと思うんですけど、で、トラックがいるんですよ、軽トラックがね。その農作物を乗せるための。で、トラック、だから一人二台。人によっては、家によっては一人二台のところもあります。普通にあります。全然、
な軽自動車はね、軽自動車安いので維持費はでもかかるけど、普通自動車自体よりも当然かかるけど、そういう家も田舎ローカルでは普通にあるということですよね。農耕機ね、耕運機とかトラクターとか持ってる、あれは農協で貸してもらってるところが多いけど、個人で持ってる人なんかもっと金かかる。だから農業やってる、田んぼやってる人なんかね、昔会社の同僚なんかの人なんか、田んぼやってる人なんか、もうお金いくらっても足らんよって、もう入ってくるかもしれんけど、金はいくらでもかかるぞ、みたいな。そういう類のね、そういう類で、自動車とかああいうものの関連でね、という愚痴をしょっちゅうこぼしてました。休憩室でね、お茶飲んでるとき。懐かしいわ。ということなんですけど、まあ、結論ね、もう一回言うと、まあ、僕の場合は車持ってる。まあ、捨てることは捨てるつもりはないです。もう永久じゃないけど、もう、運転免許証を返納するまで持ち続ける。今の車をね、買えないで持ち続けようと思ってますけど、3万円。僕の場合は3万円。これが結論。はい。以上です。それじゃあ。